どうも、セリカスイミングのセリカです。本日の動画は、クロールのアウトスイープについて詳しく解説していきます。あなたはこんなお悩みありませんかもっと楽に進みたい、肩や腕が疲れやすい、もっと水をかきたいというあなたに、本日は4つのポイントをご紹介していきます。動画の後半には2種類の練習方法をご紹介していきますので、ぜひ最後までご覧ください。 チャンネル登録がお済みでないという方はチャンネル登録をお願いいたしますそれでは行きましょうまずは本日のラインナップをご紹介していきます1始めの位置はどこなのか2どこまで広げればいいのか3アウトスイープはどこで終わらせるのか4もっと進みたい方におすすめのコツ 以上四つのポイントを一つずつ解説していきます動画内で疑問点のある方はコメント欄に書いてください必ずご返信いたします一つ目始めの位置はどこなのかということでアウトスイープの始める位置をご紹介していきます一、肩の延長線からスタート二、手のひらは若干外側 手のひらの向きに進めるということでアウトスイープ、まあ、そもそもどういうものなのかというと描き始めで外側に描くっていうものがアウトスイープと言います元々の原型は平泳ぎの外側に描く動きをアウトスイープと呼んでいてそれをクロールに取り入れる方法を今回はご紹介していきますそして肩の延長線からスタートですね今もうアウトスイープスタートしてるんですけどスタートの位置は肩のまっすぐ。 延長線からスタートしていってください。そしてその時の手のひらというのは若干外側ですね。完全に外側を向ける必要はないんですけど、若干外側を向けて進めるようにしてみてください。そして三つ目は手のひらの向きに進めるということで、手のひら若干外側、まあ、若干外側のちょっと後ろ向きなんですけど、その 手のひらの向きに必ず手は進めるようにしてみてください。それを横に切ったりすると水がかけなくなってしまいます。二つ目、どこまで広げればいいのかということについてご紹介していきます。1、体一つ分広げる。2、胸横がピークで広い。3、手のひらの向きは後ろ。 とということでアウトスイープどれぐらい実際広げてやっていけばいいのかということなんですけどだいたい体1つ分ですね肩幅一つ分ぐらいい開けるのが理想だと思います人によって多分微差はあるんですけど私の目安としては体1つ分ぐらい広げるのが一番おすすめです。 そして2つ目胸横がピークですね今一番広がっているここが大体いい、ねはい、そこをピークに持ってこれるように結構皆さんスッと小さく円を描いてしまう方多いんですけどできる限り自分が思っている想像の3倍ぐらいは大きくアウトスイープを描くのをおすすめします。 大体3倍ぐらい大きく描いて胸横でピークに持ってくることができるので自分の思ってるよりも想像以上広げるようにやってみてくださいそして手のひらの向きその時は後ろを向いてるようにやってみてください3つ目アウトスイープはどこで終わらせるのかということについて説明していきます1、肋骨の一番下らへん 2手のひらの向きは後ろ3手首をカクカクさせないということでアウトスイープの終わりは一体どこなのかということなんですけど私はいつも言ってるのは肋骨の一番下。 ここら辺まで、まあ、目安に持ってこれればいいと思ってます。まあ、結構下すぎるっちゃ下すぎるんですけど、あの肩甲骨の動きと合わせると、だいたい肋骨の下ら辺ぐらいまではアウトスイープは行っていますので、ちょっと今動画で一緒に見ていくと、だ、はいたいここで今アウトスイープが終わってるんですよ。ここの位置が肋骨下、一番下っていうのが私は一番的確かなと思ってるので、 はいぜひこの位置で終わらせられるようにしてみてくださいこの時の手のひらの向きは後ろですはい、内側に向けないようにしてください必ず手のひらの向きっていうのは多少でも後ろに向けないと水は後ろに押せないので手のひらの向き注意してみてくださいで、手首はカクカクさせないことアウトスイープやってても手首だけは動かさないようにしてみてください 4つ目もっと進みたい方におすすめのコツについてご紹介していきます1肩甲骨を上に持ち上げるに胸を使わない3アウトスイープでバランスを取るということでもっとアウトスイープで楽に進みたいっていう方は腕肩だけじゃなくて肩甲骨からぜひアウトスイープをやってみてくださいまあ言うだけだと簡単なんですけどこれが結構難しいです これできる人できない人ですごくクロールの差が出てきてしまいますので肩甲骨を上に持ち上げるイメージですね入水したその位置に這い上がる時に肩甲骨をぐっと上に持ち上げるイメージでぜひやってみてくださいで、その時にやってはいけないのが胸を使って力を入れることです 結構いらっしゃるんですけど、クロール泳いでて胸の筋肉をすごく使うっていう人多いんですけど、それを行っちゃうと結構疲れやすくなりますので、背中を使うように意識してやってみてください。そしてアウトスイープでぜひバランスを取るイメージですね。ローリングでもやりますが、アウトスイープでバランスを取るっていう意識も持つとよりやりやすくなります。 ということで、練習方法を2種類ご紹介していきます。まず1つ目の練習法が、なんと、平泳ぎですね。一番最初の方に説明しました。アウトスイープってそもそも平泳ぎの動きなんですよ。この今平泳ぎ、横に大きく広げていって、まあ最後は手を合わせて、前にリカバリーしていくんですけど、この動きをクロールでも取り入れるということなので、ぜひ平泳ぎを今一度、 もう一度見直してみるそうするとよりクロールのアートスイープもやりやすくなると思いますのでぜひ平泳ぎもやってみてください二つ目の練習方法は渦巻きですねこのように、まあ、スカーリングの動作と同じなんですけど小さくスカーリングをやっていただいて渦巻きを作っていきますこれができる人できない人 もう差が歴然としていてやっぱり水がちゃんとつかめる人というのはこの渦巻き簡単にできます。これは力の有無とかそういうものではないです。感覚として水をつかめるかつかめていないかの問題になりますので力を入れればこういうふうに渦巻きができるものでもないのでぜひお風呂の中とかでやってみてください。ということでクロールのアウトスイープのご紹介でした。 ぜひ本日の動画がいいなと思った方はチャンネル登録・高評価通知ボタンのクリックをお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。